どうも、こんばんは、NM です。今回は能力開花の領域 A、これをですね6ターンで攻略していきたいと思います。まあ、1回一通りやってるんですけど、まあね、気抜くと死んじゃいますよね、ここで。まあ今回使っていくパーティーというか、まあ、これなんですけど、今だいたい SSR、初期のね3体の SSR 全て所持っていう人はだいぶ多いんじゃないでしょうか。で、まあ、僕はアタッチメント、まあ、気になるアタッチメントなんですけど、オール SR のオールアップで埋めたりとか、なんかに尖らしたりっていうことはまだしてません。まあ、まだ全然考えてないんでね、とりあえず様子見ながらやってるところなんですけど、この能力開花の SR ですね、このスキルゲージが溜まるやつアップするってやつは一応アヤトにつけました。まあ、結構これ便利なんで、アヤトにつけて、まあヤモリはもう本当に余ったやつを適当に掘り込んだだけみたいな感じですね。でカネキもまあこんな感じなんですけど、 SR のオールアップ10個とりあえず10個つけて、13個つけて、一番右のかける6ってなってんのは見かけ倒しなんですよね。1個だけSR アップで、あとは普通のレアなんで、まあそこまで、カネキもオール SR つけるよりかはどうしようか、尖らせるかスキルゲージのブーストかけさせるかっていうのを考え中なんだが、どうしようかなってところですね。これから後々何が出てくるか分かんないし、確実に上げなくていいステータスっていうのは多分あると思うんで、そこはまだ考え中ですね。まあとりあえずやっていきましょう。6ターンで6ターンでやろうとするとね、道中の3フロアをまあ1ターンで1ターン、まあ使っても1フロアに1フロアだけ2ターンみたいな感じで突破しなきゃいけないんで結構難しいですね。あとボスにも結構左右されますかね。アヤトとトーカーがボスでいて、あと白黒がボスでいるんですけど、まあ白黒の方は余裕なんですが、アヤトトーカーに当たるとちょっとうーんって感じ、きついかなって感じですね。やっていきましょう。とりあえず俺の戦い方はまずアヤトのスキルをフル活用して、いつも突破してるんですけど、まず1回目ヤモリ打ってブレイクさせる。ヤモリのスキル溜まったら右にターゲットを変えて、ヤモリを打つ。ヤモリ撃って、敵はブレイク仕掛けるんで、ここでアヤトの、スキルゲージをまあ貯めてあげつつ、ここどうやってたかな俺、ちょっとターゲット変えるか。ここで、2発カネキで入れた後カネ、アヤトで投げるか。ああカネキでブレイクさせちゃったか。まあまあまあいい。でアヤトをスターダイジャーに殴らせておいて、あとはカネキで殴ってやるか。溜まっちゃったけど、まあ1個ずつ毎ターン使う分には別にプラマイゼロだし、いいんだが、でここヤモリ引いたから最初ちょっと入れとくか。何発か金切り入れてブレイクしちゃったか。ターゲット変えてヤモリでブレイク寸前まで持っていき、ノアヤトでブレイクさせると、でアヤトのスキル溜まるからここでスキルブーストを使ってあげて、アヤトのスキルですね。でこれがスキルブーストを使った時は5ターンの間自分のステが上がるっていうのが10ターンになるんで、最後まで持っていけますね。まあ、6ターン以内で終わらそうとすれば別にスキルブーストを使う必要はないんだけど、もうこの時点でね、今で2ターン目なんで、これが今ブレイクさせた、真ん中もブレイクさせた、でこっちだな、こっちでヤモリのあれを、行かなかったか。ここでヤモリをブレイク性能を上げていくアタッチメントが欲しいんじゃないかなとか思ってみたりもしてるんですが、最近はこれ飛ぶかな、カネキ。カネキのこの6回2人合わせて6回の行動飛ぶか、さすがに。いいっすね。で2ターン目終了と、で3フロア目3ターンで、ここで、スキルブーストを貯めつつカネキのスキルで突破したいと。ってなってくるとスキル溜まってるカネキを後ろに下げるわけにはいかないんだよな。でアヤトも下げたくない、アヤトもしょっぱちで打ちたいから次のフロア下げれないということで、
でも上の金木のスキルも貯めておきたい。右の金木を打つから。いや打つか、とりあえずここで一回打って、ここで一回金木クーンを打っての、今回はちゃんとカグネがあれだね、反映されてるね。で、ブレイク寸前なんで金木のスキルを止めてあげたいけど、まあたまらないよねっていう。そこそこ、何も飛ぶな。まあいっか、上の方がたまりそうだから右のやつで交代しましょう。こっち交代、ここヤマリのスキルたまってほしいんだよね。で貯める。で多分次アヤトぶっ放し、ヤモリで殴り、ヤモリのスキルぶっ放しでブレイク寸前まで持っていけるから、白黒か、白黒なら余裕だな、持っていけるから。まあ金木のスキルも溜まって金木打って、下の金木とチェンジしてって感じですかね。ここはとりあえずブースト使ってアヤト使います。アヤトオール SR10 個攻撃アップ、攻撃力アップってさ、あれレアしか ないけど SR ってあるんですかね。ないですよねあれ。とりあえずヤモリ使う。ああ金木を貯めるよりかはアヤトを潰した方がいいかな。アヤト一回覚醒させてたら多分、何もだっけ、アヤトのさあれなんぼでしたっけね。多分金木よりパーセンテージは高かったような気がするんだけどな。1回抜けると微妙だな。これあと2回殴らないといけないけど、金木の一発でどこまで持っていけるか。金木スイッチさせるか、押し通せ。どうだ、アヤトブレイクさせる。アヤトの最初に1回の蹴りがなかったな。アヤトはあの1回覚醒させてたらスキルゲージ0の状態でもブレイク1回アヤトで攻撃させるだけで0からマックスまで溜まるので、まあ、それは多分あのなんていうの、スキルゲージこのあれね、能力開花をクリアして取れるスキルゲージアップ増加のやつ SR をつけてるからだと思うんだけど、さ、まあ、こいつらの攻撃は、まあ、1ターンぐらい受けてもいいですね。でこれ4ターン目なんですよね今。まあ1回スイッチ分残ってんのか。じゃあ上の金木、いや右下の金木のスキルやるか。これでこれで、こっち白黒、白の方にターゲットを変えてヤモリでブレイクするのを持っていって、たまるかな。いやーたまらない。たまらなさそう。たまんないっすね。これでまあいいや、一旦ぐらい触れてやるよ。まあここワンターンキルしようとすると、まあ金木の代わりに誰かアタックのバフをかけれるような操作感でいたっけのやつを連れてきたりするのがいいんじゃないですか。まあ6ターン以内っていう目標を掲げなくて普通に耐久でいくなら、相手の攻撃力下げるやつとかそういうのつけてきてもいいような気がしますね。でヤモリでブレイク寸前まで持っていくと。でこれ今5ターン目なんで、5ターンかな、4ターンでやったことあったっけな。スキルブースト使う意味あんのかねえな。飛ばします。でアヤトでブレイクさせて、で最後はスキル使って終わりですね。まあ、俺もアタッチメントくっそ適当に今つけてるんでね、防御力アップであったりとか、なんだスキルチャージが速くなるやつであったりっていうのを金木につけようかなと思って、防御はいいや、スキルチャージですね、あのスキルチャージアップの SR をつけてやろうかなとか今考えたりしてるんですが、後出しで何出してくるかだな運営が。落ちるかな、あ落ちましたね。このスキルチャージャー SR ってやつですね。はい、というわけで6ターン以内にクリアする動画でした。次はアモン使いますかね、せっかく当てたんで。というわけでお疲れ様でした。また次回の実況動画でお会いしましょう。